はい、続いて看板の制作です。これはですね、まあテキストアニメーションを使ってですね、簡単なまあ看板というかですね、こういったバナーみたいなのを作ろうということでやっています。はい、まず背景なんですけども、ここ、はい、今ここにですね、まあなんかこう肌色の平面があるんですけども、はい、この平面をですね、一回、はい、コンポジション作ったらもう一個複製します。はい、こんな感じです。で、複製したら上に重なるんですけども、今回エフェクトからですね、はい、こちらの 描画の塗りっていうのがあります。これ塗りって何かっていうと、このすべてを、まあ、塗っちゃうわけですね。好きな、あの、自分のこう色に、こう塗っちゃうっていう技なんで、あの、結構重要なポイントとしては、ここってわざわざこう新規コンポジションの、あ、ごめんなさい、レイヤーから新規の平面で、平面上でここで、 一生懸命選ぶっていうことをやるじゃないですか。そうすると、ここをいちいち開けるのめんどくさいし、その後に色って影響しちゃうことがあるっていうんで、基本的には黒とかで作っとくんですね。で、作ったら、今度ここの塗りの色っていうのを、まあ自分で決めるみたいな感じにするといいんじゃないかなというふうに思います。で、この塗りなんですけども、これ今背景が少しちょっと隠してますね。まあちょっとこう白っぽいのに対して少し濃くするんですね。濃くしちゃう。 ま、ここで決めてスポイトでちょっと濃くして、え、やるっていう形なんですけども、濃くします。で、この後なんですけども、エフェクトから、はい、普段はですね、ほとんどあまり使わないトランジション。はい。ここにあるブラインドっていうのがあります。これですね。え、これってトランジションでよく使うケースありますよね。ブラインドワイプみたいな感じになるんですけども、ここではあえて背景を作るために、ブラインドをですね、こういう風に使います。 これ何かっていうと、ブラインド通常こうなりますよね。こうあっていきますよね。こう。これを止めちゃうんです。75で。そうすると、まあこれいろんなこういうふうにできるんですけども、幅とかですね。背景を作るのにすごく便利なんですよね。 なので、あの、簡単な、こう、ギザギザというかですね、線が入った背景を作るには、まあ、ブラインドを使ってやるとか、あとグリッドなんかも使えると思うんですけども、そういうふうに単純にですね、作っていくっていうことが一つのポイントかなというふうに思います。まずこれで背景は完了です。